はい、どうもこんにちは、ケンユウです。またあの夏2さんからですね、白木系の品種のバナナをいただきました。はい、こんな感じですね、タイ産の白木バナナだというふうに、お話を聞きましたけれども、まあ、僕たちの園地で栽培しているあのアイスクリームバナナとは違うやつですね、別の白木系統の、バナナになっております。こちらもですね、まあ、生食でも食べれますけれども、火にかけて食べれる、まあ、料理と、生食兼用酒、ということでですね、今回ちょっとこのバナナをカレーに入れて、食べていきたいなと思います。はい、もう立派に丸々太ったね、こちらのバナナですけれども、どういう味が、するんでしょうかね。昨日収穫したんですけれども、アイスクリームバナナ、白木系のアイスクリームバナナと、の違いはこんな感じですね。なんか色合いがね、若干違いますよね。こっちの方が明るくて、こっちの方がちょっとね濃い、感じがあります。はい、ちょっと比較してみましょうか。こっちが夏さんからいただいたやつですね。でこっちが、アイスクリームバナナ、白木系のアイスクリームバナナです。まあ、かなり形は似てますけれども、この三角形な感じとかね、はい、似てますよね。はい、でちょっと僕らのところちょっと膨らみが少し悪いですけれども、まあ、こんな感じですね。なんかこの、この先っちょからね、なんか割れてくるような感じとかものすごく似てますが、ただ色合いとかはね、ちょっとやっぱ違いますよね。こっちの方がちょっと青っぽい、でこっちがなんか黄緑っぽい感じになっております。はい、では早速ね、剥いてカレー作っていきましょうか。はい、夏さんからいただいた白木系統は輪切りにしたいと思います。こんな感じ、こんな感じね。はい、こんな感じ、違いはあるでしょ。はい、大きい。ここの白木系統のバナナは縦に切って、でもう一回縦に切って、でこう切るか。1、こんな感じ。どう、これでいこう。うん、これが白木。うん、でこれも縦に切って、これちょっとカレーに入れます。ちょっと大きいかな。絶品をいきたいと思います。はい、ということでバナナカレーが完成しました。はい、夏さんからいただいた白木系のバナナと、まあ、うちらの園地で採れた白木系のバナナの、2品種が入った豪華盛り合わせバナナカレーでございます。はい、こっちが僕らのやつだね。こっちが僕らのやつで、こっちが夏さんのやつかな。でまずちょっと夏さんの方からいただきたいと思います。いただきます。うん、あ、すんごい美味しい。もうじゃがいもと一緒ですね。もう本当にじゃがいも、うん、あ、もうめちゃくちゃうまいわ。あのぐらい熟させた方がなんか美味しいのかな。なんか里芋っていうよりもじゃがいもって感じだね。男爵って感じ。うん、男爵芋。うん、あ、うまい、めちゃくちゃうまいです。今度は僕たちのアイスクリームバナナいきたいと思います。うん、こっちはちょっと里芋の感じが出るね。少し果肉が、里芋のねっとり感が少しあるような気がする、このアイスクリームバナナ。ただ似てます、非常に。どちらも似てます。もうなんか熱を通せばほぼ似てます。甘さとかはほぼ一緒ですね。うん、ほんのり甘いっていう感じかな。なんかアイスクリームバナナの方が、うん、ちょっと甘いバナナを感じますね。バナナ感がある、うん、確かにね。うん、
でも美味しいですね。うん、ナツツーさんからもらったバナナは、うん、めっちゃじゃがいも、うん、ですね。まあ、ほんとじゃがいもよね、これね。うん、じゃがいもよりももしかしたら扱いやすいんじゃない？だって皮むく手間とかさ考えたらさ、どうですか？煮る時間とかは、うん、じゃがいもより断然早いので、うんうん、火が通る時間とかね、じゃがいもより早いから。まあ、結構本当に東南アジアとかアフリカとかでは、バナナを生食で食べるっていうよりもなんか潰して火にかけて料理してね、いろいろ食べたりする文化とかがあったりするので、まああの辺をちょっとねこう学びながら、この料理用バナナの可能性をね、僕たちもちょっと探っていければなと思います。まあ、ただ本当に使い方はじゃがいものように使っていければいいので、まあ、料理のやり方としても使いやすいのかなと思います。はい、どっちがカレーに合う？ナツツーさんの方が、うん、こっちの方がちょっと合うね。じゃがいもの感がより強い、本当に。食感もじゃがいも、うん、ポテトフライとかね、うん、バナナフライとかいいかも。うんうんうん、はい、カレーだけじゃなくてバナナのチップスもちょっと作りたいと思います。はい、まあじゃがいもみたいに使用できるということだったので、こちらもやっていきます。アイスクリームバナナと、こちらがクッキングバナナ、タイ産の、白むくバナナですね、3つやっていきます。はい、皮をすべて剥きました。こっちがアイスクリームで、こっちが、タイ産の白むくバナナですね。はい、ということで切りました。輪切りとちょっとあのスティック状に、切りました。それでは火にかけていきたいと思います。はい、できました。バナナのチップス、こっちが、夏井さんからいただいたタイ産の白むくクッキングバナナで、こっちが、アイスクリームバナナですね。はい、カリッカリカリッカリになってます。それでは食べていきましょう。塩好きなんでね、結構振りますが、はい、有機塩。バナナフライドポテトです。はい、バナナフライドポテト。はい、それではいただきます。いただきます。うん、あー、もうこれポテトですね、完全に。うん、これもポテトです。それではこっちいきます。いただきます。うん、あー、これも芋ですね、完全に。めちゃくちゃうまいです。芋だね。うん、どう？美味しい。めっちゃうまいね。うん、どっちが美味しい？こっちがうまい。多分形状の問題やろうな、あいつ。あいつ形状の問題やろうな。はい、ちょっとハックムックバナナで今度はジャガトマチーズ焼きを作りたいと思います。ジャガイモとトマトを、主役にして、一品また作りたいんですけれども、まあもうこれね、もうジャガイモと言ってもいいぐらい、美味しいので、これでジャガトマチーズ焼き作っていきたいと思います。料理用バナナね、もう僕皮むくの結構上達したんですけど、一応剥き方があります。まず上とここですね、下を落としてこんな感じです。はい、でここに切れ込みを入れていくんですけど、一応ですねベトベトするので、僕持ち手のところにラップ巻いてます。それでこのまあ角が立ってるところですね、ここにこういう風にですね切れ込みを入れると。はい、でこれ3本ぐらいですね、切れ込みを入れてあげると剥きやすいのかなと思います。なんか、剥くというよりも、割るっていうイメージの方が近いんかな。こんな感じ。で、はい。あ、こっちにももう一個入れようか。はい。はい、すいません。はい。で、こうして、今4つですね、切れ込みを入れたんですけれども、ここからですね、手で、こういう風に、剥いていってください。そしたら、綺麗に剥けます。で、血がやっぱり出るので、この血がですね、ちょっとベトベトするんですけれども、まあそこはね、加熱するとなくなりますので、安心してください。
最初の調理する時だけですね、まあ、これはもう仕方ない、バナナの血なので、あ、新鮮なんだなと思っていただければいいと思います。半分冗談ですけど、まあ、新鮮なことは新鮮です。はい、あ、プラス思考でね、プラス思考でやってください。これであとじゃがいものねサイズにしてしまって火にかけるだけです。それではやっていきましょう。オリーブオイルを入れて、バナナを角切りにしてるんですけど、これ角切りって言います？はい、バナナ切りました。ネギをちょっと細かく切っていく。はい、切り方合ってる。はい、そしたらこれをイン。ちょっと火が通ったら、豚肉を入れます。2等ぐらい入れてください。はい、で次にバナナ入れます。はい、やばい、ついてる、やばい、ついてる、ついてる。はい、全部入れてる。はい、トマトも入れます。よいしょ、強くして、あとまあチーズ焼きソース、これをかけます。ソース、ソース、ソース、めっちゃ美味しそうじゃない？できました。絶対うまいっしょこれ。もうね、これの名前、じゃがいもとトマトのチーズ焼きじゃがいもになってるからこれ。はい、チーズとバナナがうまくマリアージュしてるか、この辺がポイントになってきますけれども、おお、伸びとる。ちょっともうちょいでしょ。はい、伸びとる。どう？美味しそうです、ね、どうチーズ、どうチーズ、じゃがいもくんも、よし、ありがとう。うー、うい、贅沢。このバナナとかもね。はい、それではいただきたいと思います。うーわ、バナナにチーズにデミグラスソース。はい、うお、いただきます。芋ですね。本当芋だね。もうじゃがいもですこれ。うん。これ目つぶってさ、バナナって言われなかったらもう全然わからないよね。うん。バナナの甘みが全然ないです。匂いも全然ないです。うん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 。芋だわ。またいろんな、料理やっていきたいと思います。